はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日は5月2日になります。無料修理キット、これはセカンドでいただいとくかな。はい、そんな感じでやっていきましょう。ですね、まもなく0分になるんで、モスマンイクイノックスやっていきましょう。9日までなんだ。北米時間だから日本時間で10日、10日に終わっちゃうって感じかな。まあやっていきましょう。まず、まあパパッとね、運動終わらして、再開していきましょう。はい、そんな感じで自宅に飛んできた瞬間にもうね、イクイノックス発生しちゃった感じです。オーディオテープ、まあそのね、ちょっと寝るのだけね、その間だけ確認しましょう。ウサギガルパーを倒す、ラットスコーピオンを撮影する、打撃系の武器でブラッドイーグルを倒す、電子回路を含むジャンクを解体する、ウィークリーの方はまだ更新はないですね。打撃系の武器でブラッドイーグル倒す、これもちょっとね、武器ちょっと拾っとかないか、誰かやってんぞ、なんか音楽を。よし、いいのかな、休み取れたかな。 OK。 あとさ、打撃系の武器だけちょっと、うわ HP めっちゃ少なくない、やばくね。大丈夫、打撃系の武器なんかあるかな。そのまま殴ってもいい感じなんじゃない。あ、珍しいからこれ使おうかな。重さ10プラだけど、いい感じ。よっしゃ、行きましょう。早速飛んでいきましょう。イクイノックス。イクイノックスとね、飛べる?はい、イクイノックスの最初に出てくる6人。それらがね、今ちょっと集めているラジウムライフル、落とすんだよね。それを分解して、もっとモジュールを入手するっていうのがね、まあ、この今のファーストの目標でもあります。無知な輩が我らの光を抑え込もうと画策しました。で、ブラッドイーグルだけをこれで倒しちゃいけないね。他は行きましょう。敵を囲む汚らわしいツタを破壊して先へと進むのです。あれ、彼の滝には賢き者の観測者に見守られています。もうツタが破壊されれば観測者たちが、まだまだ次の任務を指示してくれるでしょう。いやー、もうさ、雑魚系も殺しちゃったのか。彼の人間は彼の深くはありません。おら、今しつかめ。ん？全然壊れないんだけど。オッケー。滑り出しは上々です。あ、6人来ましたね。完了にはほど遠い。ラッドスタックじゃねえんだよな。これこいつらこいつらがラジウムライフル落とすんだよな。ほら、いい感じ。あとちょっと、ちょ待って、殺しに行くぞ、カルト狂信者。いやいや、どこにいる。た、結構建物の上とかも結構いるよな。え、あるあるとしたか。声が聞こえるぞ、お前らの。上か、上だ、上。ラジウムライフル入手。まあ、2本入手できりゃいっか。あと1体、あと1体どっかにいる。あれ、ラットスタックだしな。あと一体どっかにいるぞ。建物の中とかにいるのかな。結構それがあるよね。いや違うな、こっちだな。探せ。あと一体どうにかして、ラジウムライフルもう一個欲しい。うわ、ここ溜まってんじゃん。あと1体。これ仲間だろう。
やっぱ上探すか。そこ？そこはラットスタックだしな。あの辺？あの3体の。どうした？そこ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 、ここ。わー、ラットスタックか。あ、もう終わったね。納品するわ。子供たちよ、儀式場の準備は整いました。滝にすべてに火がつき次第、こっちに誰もいねえからこっちの火をつけよう。さあ、炎を燃え上がらせるのです。私は賢き者の塵を燃え散らせましょう。いよいよです。で、教会から始まるから教会の方に移動しましょう。刹那ながらも啓蒙を伝えてくれるのです。吸い込みなさい、子供たちよ。吸い込みなさい。これにしてライフル。さあ、子供たちよ、可能方の瞳を通じて世界を見るのです。霧と炎と、ちょっと一回死なないかんな。体を満たし喉を浸しなさい。今こそ真実を知るのです。2級にレースが気をつけなさい。異端者の無知な輩はこの敷地に怒り狂うでしょう。ラットスタックまだいるぞ。我らが賢き者の真実は彼らを狂気へ誘うのです。はい。哀れな悪鬼どもから我らの聖なる光たる滝にを守りなさい。ウサギもな、案外さ、賓客が招待に答えてくださらないかもしれません。あれよね、無知な輩が教会に。いそうでいねえんだよな。打ち取りなさい。情けは無用です。まあこれはちょっとしんどくわ。で、お前らの肉を食らってナードレージを発動させる。行くぞ。異端者どもは汚れて、さっきのやつか。外見に騙されてはいけません。目に映るすべてに死を与えるのです。その姿がどうであれ、人間は獣で、獣の影はすべて偽りの物語の影でなる。食べるわ。いただきまーす。もう。オッケー。ここにさ、デスクローとか湧くんよね。モースマン。終わりかな。急に湧くからな、ボケっとしてられねえんだよな。来た。リロード。ちょっと収穫しようか。はい、スティーム、スティーム。まあこのさ、なんかいっぱいあるやつまとめて入手できるときと、こうやってボタンを押さないかんときあるんだよな。うわ、デスクローさん。
ああ、もうそろそろ上に行かないかんか。ああ、なるほどね。こっちにいてもこんだけ枯れるんだ。買おうか。ブラックチタン、これだけいただいておこう。わっ、我らの合図をお待ちです。子供たちよ、急ぎなさい。オッケー、ゴー。美術館の屋上へ戻るのです。はい、向かいます。可能方をお招きし、コレクター8、よく見るな、あの人。さあ、踊り、ちょっと、引っかかって、引っかかった。腹渡から胆液を吐き出すのです。感情をあらわに。さあ、聞こえますか、賢き者よ。はい、お疲れさんでした。イクイノックス終了。じゃあペアームズでブラッドイーグル殺しに行きますか。ブラッドイーグル、ブラッドイーグルまずここだな。スラッチワークス、賢き者の眼差しを。まだ手荷物余裕あるから、無限の知恵の恩恵に良くするのです。案外さ、ここあのぬかわるどんツアーのところに近いから結構ね、駆られてることもあるんだよな。お、誰かキャッシー核ミサイル撃ちたぞ。反応を見てから行こうか。いるな。市民の皆さん、まもなく攻撃が開始されます。避難してください。おっしゃ、ご協力に感謝します。どこだと、こっちにいたい。下、ケイ、ちょっと待って、カウントされてるか。打撃系の武器でブラッドイーグル倒したことなってねえんだけど。ちょっと待て、ちょっと待て、こら、ちょっと何、ブラッドイーグルだけじゃない。ウェンディゴいるな。ちょっと、お、あ、死んじゃったぞ。いや、でもどういうこと、これじゃなんでダメなんだろう。これ打撃系武器じゃない。てんだろ、お前。しかも食べるぞ、お前。うわ、食べれない。いや、おかしなもんだ。まあ、ちょっとここからちょっと退散しよう。これがさ、打撃系武器じゃないとなるとちょっとめんどくせえな。なんか普通のさ、今、そうそうそう。ね、ハンマーみたいなのじゃないとダメなのかな？ナイフ系になるの？ナイフってかさ、刃系になるのかな？この、牙系だから。あと40秒。特にねえな。じゃあ、ベアアームズ入れて、なんか、ポコンってやつ、込み、これ、13じゃダメだな。あー、これにするか。あとさ、余計な弾と、ジャンク入れて、ラジウムライフルちょっと分解しちゃおう、先にね。もう落ちるぞ、2秒。じゃん、フォーカスレシーバー、じゃん、スピーディーレシーバー、よし、行こう。スコーチとアース、右下ね。じゃ、来ましょう。ああ、こういうとこさ、ね、エンクレーブ、放射線バレル変えたから、ね、単発系のビルドに変更して、
使えばよかったかなと思うんだ。頭。OK。クエスト完了なってせめて近くのさ、うわマイアラクキングはうぜえわ、どんどん湧くねえ。終わらしちゃって、はいお疲れさんでした。はいお疲れさん。メガスロス、しましょう。フュージョンコアいらねー。 DNA 採取して、うん、ちょっと突っ込め証書交換だけさせてほしいな。うん、 DNA も入手できたし、ついでのついででね、ボロテック大学も行けるし、今日の変異知らないけど。まあでももしかしたら、ブラッドイーグルかもしれないんで、ついて荷物預けて、裏装備は、チェーンソーじゃなくて、お気に入れてなかったっけ？他の場所に行きたくなるんだ。キー。オッケー。ちょ、行こう。ああ、見てなかった。また見てなかった。本日は何でしょう。知らんけど行こうか。チャイナ？オールマイナーか。氷結、なるほどね。なった時の音がいいね。スコ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 ーンみたいな。994。まあ次の場所もう移動してもいいよね。この辺もう一人だけ残ってればいいでしょ。プチョンプチョン。いいね。誰が助けるみたいな。次どこだ？こっち？合ってんのかね？あ、キノコ。
我が一番乗りだ。よし、こう。おいえ。出てこいよ、隠れてないで。なんだ。いやー、遅れた時の音がすげえ気持ちいいよ。ブースト全然上がっていかないな。これ永遠にレベル上げみたいな感じ。まあちょっと終わるまでカットしますね。これキリなさそうだから、ブースト全然上がんないからね。出た方がいいのかな。はい、戻ってきました。結局バグでどうにもならなかったんで、このまま行っちゃいましょう。まずですね、打撃系の武器でっていうのをやりたいんだけど、やっぱりここよね。ついでにホロテープもあるから、カットスローツのキャンプここでまとめて殺しちゃいましょう。で、小屋んとこにさ、小屋ってかちょっとしたとこに、ホロテープもあるからね、それも同時に達成できる感じだし、デイリーオプスに関しては、ね、まあ、セカンドチャンで行こっかな、あ、後ほどね。はい、到着。行くぜい。やべ、どこいるどこいる、ワンちゃんも来ると、ワンちゃんもいた。オッケー、ブラッドイーグル52討伐終了。うわー、犬だからって、お前手加減はしねえぞ。あ、間違えた、また重いもん拾っちゃったよ。あと6しか持ってねえぞ。うわ、捨てたと同時に間違えて拾っちゃったみたいな。違う、捨てない。オッケーオッケー、全然余裕ねえんだけど、まあいいか。よし、達成できたし、ホロテープ取ろう、ホロテープ。はい、オッケー。あと、ついでにさ、ボブルヘッド、ボトルヘッド、弾。ぬかランチャー。ハンドメイドに持ち帰っておきましょうか。オッケー。あと、ラットスコーピオンでもいっか。
ウサギも気になるけどな。あと、ガルパーのとこも行こうか。ガルパー、ガルパー。ガルパーはここだよね。ガルパーラグーン。ここだと、ついでに発光したも達成できるからね。電子基板とかさ、電子制御盤とかは、ね、タレットとか。だから、スパミュンのとこ行けば、いい感じ？くれてから。リロードして。おいでー。はい。足りねえんだけどさ、ちょっとワールドちょっと変更しちゃう？ほら、あそこに死体が転がってるもんね。じゃ、ちょっと、プライベートワールド、いや、このタイミング、もう、ラジウムライフル壊しってか分解できたんで、セカンドチャン切り替えて、ここに飛んできたいと思います。はい、やってきました。セカンドチャンに切り替えてきましたけど、最近ハマってるガトリングガン、ね。これの弾がさ、50もあるから、これも使いたいんだけど、みたいなね。あと、ガウスミニガンに関しては、もうほんとなんか、使うのもったいなくて、結局、たまりに溜まってる感じなんだけど。まず、ちょっとやっていこう。どこ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 。うわ。言うてそう強くないんだよな。なんか余計なの混じってね。入植者とかそれ系のやつ？オッケー。うわ。勝てーわ。燃えるわ。どこ？使うときは使わないとな。見にくい。どこいるか見えん。死んだ？なーんだよ。はい、まあ、そんな感じ。これとこれがレジェンダリーか。あと玉ひび割れたし、あ、これってなんかアイテムもらえるやつだよね。ああ、こういう風にフラフラしてんのね、こいつらがね。あんま気にしたことなかった。メンタス、メンタス。こんなもんかな。はい。これで、あとウサギ。ラットスコーピオン。カメラ撮影。ちょっと待ってね。信じていくよ。ここが結構さ、いや、こういう時に限ってスナリーギャスターだったりするんだよね。スナリーギャスターとラットスコピオンの2択なんだけど。でも、ラットスコピオンに関しては、横のさ、水辺とか、固定脇ポイントあったよね。現在、プライベートサーバーに来てるんで、誰かに狩られてるってことはないと思うんだけど、一応、カルト狂信者、パックちょっと見てみる？どこにあった？ここか。ここのどっか。あった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 。じゃん。メンタス、サイコ、モスマの卵、ブラッドイグブルー。ブラックウォーターブルーが追加。ヘルメット。いらねえ感じ？あれ？ラットスコーピオンじゃない？ラットスコーピオンちゃんだ。わわ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 。これでカメラ、死体でもいいからね。はい、完了。おいおいおい。
やっぱさ、ガトリングガーのさ、射速欲しいんだよな。なんで、セカンドちゃんに関しては、射速のやつをね、レジェンダリーガチャでちょっとやっていこうかなと思ってるが、スティーム入れて、あとなんだっけ、ウサギカル。ウサギカルね。ウサギ？カエルとか、ね、ラットスタックとか、ここは固定脇じゃないもんな。ランダム脇だから、木のあるところを歩いてれば会えるんじゃないか？結構どうでもいいターゲット入るんだけどな。じゃあまあちょっとウサギ会えるまでちょっとこのまま歩き続けたいと思います。はーい。なんかめちゃくちゃ遠くまで来たけど、全くウサギがおりませぬ。そう。今ここなんけど、この辺から来たじゃん。こう来て、こう来て、みたいな感じで、こら、いないんで、これをちょっとリロールしちゃおう。いきます。なんでしょう。デスクローの頭部に重傷を負わせる。はい、じゃあ、行きましょう。デスクローポイント行きましょう。ただ、ね、ガトリングガン大好きだけど、近くに寄られそうなんで、ガウスミニガンで、頭打ち抜きましょう。カメラじゃねえ。うわぁ。ブロードフライ。このぐらいならいいでしょ。またいるで。カルト狂信者。これ入れ替わってる感じなのかな。なんか来たでロボが。もういいんだよ。なんだってここに、ここにデスクローが湧いてないだと。これプライベートワールドなんでちょっと切り替えますね。ワールド、ワード、ワールドを。ちょっと、はい、やってきました。誰も、ん？いらっしゃるね。ん？ OK？ 頭部破壊したね。あとはこっちで殺した。はい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 。ちょっとバグってる感じね、きっとね。はーい、そんな感じで終わりました。とんでもない音を。オッケー。じゃあ、あとは、電子回路を含む、ジャンクを解体なんだけど、ん？ん？もしか。やっぱここよね。ロブコ研究センター。タレットとか破壊したりとか、あと、電話とか、そんな感じよね。いや、電話だ。そうだな。電話だと、刑務所のがいいな。飛んできちゃったけどさ。飛んできちゃったけどさ。刑務所行こう、刑務所。うん、デイリーオプスも発生しちゃったけどさ、まだやってないけど、まあ、録画外で終わらして、
全部コンプリートしたいかな。そんな感じに思うけど。はい、まあね、向かっていきましょう。刑務所のさ、メインエグ、グールが2体といるとこ、奥にももう1体いるけどさ、そこの面会コーナーみたいなとこ行けば、いっぱい電話置いてあった気がすんだっけ。弱点で120ちょっとかな。ツーショットだからいっぱい当たるけどね。よっしゃ、行きましょう。ここの入ってすぐ右ね。4つか5つぐらいあった気がすんだけど、それで多分達成できるんじゃないかな。見えるね、もう見えるね。うわうわうわ。オーケー。2個。3個。4個。5個。6個。うわ、みんな走ってきたぞ。OK。ちょうどここにさ、作業台あるからさ。どんどん来ちゃいそうだ。分解だけさせてくれ。OK、達成。あと、デイリーオプスだけだな。モスマン、イクイノックス発生しちゃったな。そうね。ライフル持ち替えて、これと、ガウスミニガンに持ち替えて、ちょっと、うん、埋まってんな。うん、そうだな。デリオプス埋まってるから、まあ、今回パートはここで終わりにしときましょう。このままね、イクイノックス攻略して、まあ、その後、ガトリングガンのね、射速のやつをちょっと作ろうかな。そんな感じに思ってます。今、これ使って、まだ改造も何もしてないからね、これはね。はい、そんな感じに思います。今回パートはこんなところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。